グスタボ・トエニは、イタリア、トレンティーノ・アルト・アディジェシュ・ボルツァーノ自治県ステルビオの、トラフォイ集落出身の元アルペンスキー選手。1970年代に活躍し、オリンピックで計3個のメダルを獲得した。いとこのローランド・トエニもアルペンスキーの、オリンピックメダリストである。グスタボ・トエニは、スキーのインストラクターであった父、ジョルグニスキー選手としての才能を見出され。 いとこのローランドトエニと共に南ティロルのトラフォイで育った。1968年にイタリアのナショナルチーム入り、1969年12月11日にバルディゼールで行われた大回転でアルペンスキーワールドカップにデビュー、いきなり優勝してみせた。さらに回転で1勝、大回転で2勝を積み重ね、 1970年アルペンスキー世界選手権では回転で4位入賞。大回転で種目別優勝、総合では3位となった。1970から1971シーズンは大回転で2年連続の種目別優勝、総合のタイトルも獲得した。1972年札幌オリンピックでは格好13位、大回転で金メダルを獲得。 回転では2本目にラップタイムを奪ったものの、フランシスコ・フェルナンデス・オチョアにわずかに及ばず銀メダルとなった。また、オリンピック種目ではないが世界選手権としてのアルペン複合で金メダルとなった。このシーズン、ワールドカップ総合で2連覇、種目別大回転で3連覇を達成した。1972から1973シーズンは総合3連覇を達成、また、 種目別回転のタイトルを獲得した。1974年アルペンスキー世界選手権では大回転、回転ともに静止2冠を達成し、またワールドカップでは種目別回転のタイトルを前年に続いて獲得した。技術系種目を得意とすると絵にであるが、格好でも優れたパフォーマンスを見せた。1975年1月18日に伝統あるキッズビュールのハーネンカムレースで、 代表的ダウンヒラーの一人であるフランツ・クラマーにわずか100分の1秒差の2位となった。1974から75シーズンに自身4度目のワールドカップ総合優勝を達成した。1976年インスブルックオリンピックでは、格好26位、大回転4位、回転で銀メダルを獲得。 しかし以後は70年代前半ほどの圧倒的な成績は残せなくなってきていた。1975から76シーズンは総合3位、1976から77シーズン総合6位、1977から78シーズン総合26位、1978から79シーズン総合9位、1979から80シーズン総合51位、 1980年レークプラシットオリンピックで回転8位。このシーズンを最後に現役を引退した。ワールドカップ通算24勝、総合優勝4回は、マーク・ジラルデリの5回に次ぎ、ピルミン・ツルブリッケン、ヘルマン・マイヤーと並ぶ、歴代2位。現役引退後は、イタリアナショナルチームのコーチを務めた。特にアルベルト・トンバのパーソナルトレーナーを9年間、務めて、 彼の栄光を支えた。また、両親が経営していた、ホテルベイリャビスタを引き継いで営んでいる。トエニが経営するトラフォイの、ホテルベイリャビスタ。ありがとうございます。